はい、もです。今日はちょっとアルペナントで、ね、やってみたいことがあってね、その名も、連続打席無本塁打記録を作ってみたということで、その記録を作ろうと思ってね、まあ、連続ね無打席ホームラン記録っていうのがあるんですけども、まあ、今ね連続打席無本塁打記録を持ってるのが元阪神タイガースの赤星さんが、2001年から2009年の9年間で通算3本のホームランを打ってるんですけど、2005年のプロ3本目のホームランから、引退する2009年まで1本もホームランを打ってない。でその打席数が2528で、今まあ岡田が今2000何本とかなのかな。で岡田が今抜こうとしてるんですけど、それより先に俺が抜いてやろうと思って、ペナントやっていきたいと思います。で何年やったらいいんだろう。500打席を5年か、意外といけそうだな。で、ちょっとセパ両リーグにちょっと弱いチームを入れまして、このね2チームこの2チーム入れて、どっちからせ、あもう1チームでいいや、1チームしよう。あパリーグにこのチームを入れて、このチームはまあ弱いチームなんですけど、この中の選手誰か1人ぐらいは、無本塁打記録作ってくれるんじゃないかという期待を俺はしております。よし、赤星の記録を抜こう。メンバー紹介します。いやこいつ一人で投げてもらおう。5年間一人で投げてもらおうと。パー2パー1パー3パー3パー2パー1パー4パー3パー1こいつらにやってもらおうか。こいつらで果たしてホームランが打てるでしょうか。誰か連続無本塁打記録をね目指して頑張ってもらいたいと思います。よし、じゃあもうやることはないからな、もう特にやることはないんで、早送りで見てもらう。早送りでもう1年ずつ見るか。1年ずつじゃあ早送りで見てもらいましょうか。よし、1年間終わりました。まあちょっとね順位とかもね見ていきましょう。0勝144敗はい OK です。私ホームラン打ってんのかな、うちのチームは。ホームラン打ってるやつは、ああ松浦打ってる。松浦脱落ですね。これ脱落だな。松浦は、松浦打つか。パー4あるからな。 G4 あったらホームラン打ってんのかな。まさか松浦がホームラン打つとはね思わなかったな。なんとか最長が564打席。もうこの調子でいけばいけるんじゃないか。いけそうですね。じゃあ次2年目だな。2年目いきますか。よし、2年目シーズン終わりました。果たして、ま、ちょっとねちょっとだけ順位だけ見とこう。あれでしょう、果たして13位。俺これ初めてなんだけど、あのグラフがねえ。本塁打を打った選手いるでしょうか。森下、あれ松浦と森下が打ったのか。てか外しとくか。もう打った選手はちょっと2軍に落とすか。もう、ね、1年間1本は打つのかな。誰か1年間誰か1本は絶対打つようになってんのかな。松下と、打ってんの2人打ってんだよな。 松浦と森下を外します。松浦森下、松浦と森下が打ったんで外して、今のところ最長記録で言うと1085打数。打席かな、打数かな、どっちだかな。2528打席だからあと半分だな。あと約半分ぐらい、2500なんで、あと1400打席ホームラン打たなかったらいける。じゃああと3年ぐらいでいけんな。じゃあ、次のシーズンいきます。
よし、3年目のシーズンが終わりました。果たしてホームランは打ったのでしょうか。あとうちが一勝することができたでしょうか。一勝できない、一勝もできない。引き分けは、引き分けもできない。ホームラン誰か打ってるかな。お、岡村と西森、あー西森打っちゃったか。岡村西森が打ちましたね、ホームラン。西森が今まで 無本塁打記録上位にいたんだけどね、岡村西森がホームラン打ちました。岡村西森リタイアということで、岡村と西森がリタイア。あと溝、あと横溝だけか。あとは全員か。あ、上げとこうか、横溝も一応。あとこんだけだな。今最長で 何打席だろう。歴代1695。いや違う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 、西森ホームラン打ってるから、ホームラン打ってないやつ。関野が1596。西森がね、まさかホームラン1打点、1本塁打1打点。残念です。じゃあ、3年目は次4年目いきたいと思います。よし、4年目終わりました、うちは勝ったんでしょうか。0勝144敗。本塁打は誰か打ってるかな。おお、岸関野が打ちました。あれ、これもう人足りねえな。岸が打って2軍落とすか。でももう落とせねえな。え、もうまだ落とせる？関野。ああ、もう無理だ。歴代記録は何本だ。やべえな、これ赤星の記録ってどころ難しくね。ああ、関野リセいったらいいな。あ、でも、津駅が1999。これ来年あたり行くのかな。1年間大体500だから、来年通期が2528いくな。じゃあ近く行ったらちょっと見ようか。そう、通期のちょっと記念すべきちょっと赤星の記録を抜く試合は見たいな。じゃあ次のシーズンいきまーす。はい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 、まあ早送りをね見てくれた人分かると思うんですけど、ちょいちょい俺こう見てたんだよ、通期の打席はね。2500打席いきませんでしたね、今年は。今シーズンは2500打三打三振じゃない、いきませんでした。はい、そして0勝でちゃんと無安打だったからね。通期はちゃんと無安打、通期がいいね、通期がちゃんと無安打。危ねえ、通期は無安打だ。で今の、歴代記録が、歴代記録じゃない、通算記録が、2497。あとちょっと来年には絶対達成できるんで、来年達成する打席を見ましょう、みんなで。それじゃあ次の試合でいきます。はいはいはい、来ました。通期が今、2526打席、無本塁打、連続無本塁打デビューから、通算打率0割6分4厘、今年は1割0分3厘なんで好調ですね。めちゃくちゃ好調ですね。その記録抜きに行こう。あと2打席で更新。あと3打席あったら、あれか、更新するのか。ちょっとじゃあ、出番プレイで通期を見よう。通期のな。ちゃんと通期の打たないところを見ようか。通気これで打ったら面白いけどね。こうちょうど見てる時に打ったらめちゃくちゃ面白いけどね。
津駅、津駅長1番に置こう今日は。いつもちょっと3番打ってる津駅ですけど、1番が0割0分0厘なんだが、津駅打ってる方だな。そう思ったら打ってるんだけどホームランは打ってないのか。それでは行きましょう。津駅打てるかな、ちゃんと。向こうは唐島、津駅投げました。おお打ちそうミートだって強振するもんな津駅。これが今、26打席か、27打席目か、2527打席目、2527、これが2527で、次がタイ記録だな。あー記録は達成できず、達成できるじゃない、ホームラン打てず、なんで記録はまだ続いておりますね。ここでここで打たないとタイに並ぶ、赤星に並ぶ。だが強振、赤星に並ばないと強振で打っていくが打てない。お、ヒット、お、いいね、ヒット打てるじゃん。これは抜くんじゃないか。だが赤星に並びました、赤星に並びました。赤星の記録を抜くことができるのか。ここでホームランを打たなかった赤星の記録を抜くことになります。果たして津駅さん赤星の記録を抜きました。抜いたというか名誉なのか不名誉なのか分かりませんが、赤星さんの記録、連続無打席本塁打、連続打席無本塁記録、2528の記録を抜いて2529抜きました。30か、もう30になったのか。岡田さんにはね、早めにホームランを打っていただいてね、ロッテファンを喜ばしてほしいですね。歴代記録2530無安打、無安打じゃない、2530打席無本塁打記録、日本記録更新することができました。それでは見てください皆さん、ありがとうございました、バイバイと思ったんですけど、最後ちょっとおまけでちょっと投手見ようか。6192イニング投げて通算729敗ってすごくね、こいつ実績って11300、歴代記録じゃないかこれ、絶対歴代記録だろこれ、そんなやついないもんね、一人だけズバ抜けてるからな。最多連覇255連敗続ける、最多連覇729連敗中だからね、まだ通算本塁打8本ということで、じゃあ今日終わります、バイバイ。